はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、ちょっといつもと違うんです。というのも今日は大食い動画ではなく激辛動画になっております。今富士急ファイランドさんの方で富士急激辛祭りというイベントをやっておりまして、今回いただく4品が激辛で有名なお店と富士急さんにあるアトラクションとのコラボした料理となっておりまして、まず1つ目が赤辛さんと藤山とのコラボとなっております、赤辛コラボ激辛牛すじうどん。2つ目が機関坊さんとええじゃないかコラボしてある機関坊コラボからしみ混ぜそば。3品目、赤いつぼさんと高飛車のコラボになっております赤いつぼコラボ赤いつぼ激辛セット。で最後4品目、伝説のスタ丼さんとボドンパがコラボメニューとなっております、伝説のスタ丼やコラボ赤スタミナ丼。こちらの4品をね、今回はいただいていくんですけれども、今回いただくメニューがね、その辛さも段階的に選べるみたいで、呼んでいただいたスタッフさん曰く一番辛いやつはやばいと普通じゃ食えないと思いますっていうことだったので、僕もね、なんだかんだ辛いものは好きなので、いけるんじゃないかなとは思ってはいるんですが、早速ね、料理の方を買ってきて食べていきたいと思います。ということで、ただいまね、料理の方が全て出揃いました。一応ね、辛い順番があるらしいので、その順番通りにね、今日は食べていこうと思っております。まずこちらの1品目がね、スタ丼さんとのコラボメニューですね。こんな感じ、まあ、お肉に唐辛子だと思うんだけど、すげーかかってんすよね。一応これで一番辛くないやつらしいですで、それでは気を取り直していただきます。スタ丼らしく書き込まさせていただきますあーちょっと怖いないただきます。うん、あ、辛いわ。後から来る辛さじゃなくて、もう入れた瞬間からすげえピリピリいけるかなこれスタ丼さんは辛さが選べないらしいんですよ。まあ1個しかなくて、他のメニューはね、辛さ増しとかができるみたいなんで、このメニュー合わせてね、その辛さは調節してください。もうね、汗が出てきたちょっとしたね、激辛のチャレンジメニューぐらいも辛いよこれ。有名店のそのテーマパークでやる催事レベルの辛さじゃないですよねこれ。びっくりした、一番辛くないんだよこれ。だってうわ、舐めてたわ今日スタッフもとりあえず1品目ね、完食でございます。そしたらね、これ2品目なんですけど、赤いつぼさんとのコラボメニューで、これ小籠包になってるみたいです。とりあえずじゃあ小籠包の方、こんな感じでございます。見た目はね、すごい美味しそうなんだよ。匂いもなんかラー油系とお酢とかの酸味が入ったような美味しい中華な香りなんですけど、で小籠包だけでいくのかな。そしたらこれ小籠包いきます。ああなるほど。こっちはね、最初いけると思うんですよ。じんわりくる。しかもこっちより全然辛い。ないわ、ちょっとご飯と、うん、ご飯めっちゃ癒される。結構ね、甘辛の肉そぼろなんで休憩にはね、めっちゃちょうどいい。付け合わせの、スープですね。あっちいのってカレーこれ見えるかな、この汗。汗ね、やばいんだよね、もう結構びちょびちょ。これ最後ですね。とりあえず今2品目完食でございます。あのね、一口目は1品目のスタ丼さんよりも辛いかと思ったんですけど、案外ね、食べてくると酸味がだんだんまろやかになってくるので、完食した時の辛みはこっちの方がマシかも。ちょっと待って待って待って、汗やっぱ。二口
的ね、普段から辛いものが好きで、中本さんとかは北極ラーメンの10倍の辛さにして食べるんですよ、基本的には。それぐらい食べてても基本的にはね、汗僕一切かかないんですけど、これはね、一口目から吹き出てんの。その例えでこの辛さのヤバさ皆さん伝わってください。マジでヤバい。はい、ということで、残りね2品ですね。でこれが辛さが、トップ2になる、赤辛さんの、コラボうどんですね。スープも真っ赤だし、上にかかってるねこの粉やばい多分。とりあえずじゃあそれではね3品目、いただきますと、ね、具材はこの刻みネギに、お揚げかなが入ってて、このうどんですね、まあ、色はねそんな濃くないんでめちゃめちゃうまそうには見えるんですけど、ちょっと見えるこれスープ、あのね唐辛子で結構ドロドロなんですよね、うどんのつゆの濃さじゃない。あーこれね、いや甘い、ちょっと甘い、むしろ辛いもの食べ過ぎたとかじゃなくて、ちゃんとね辛みの奥にお肉の甘み旨みが入ってるんで、辛いだけじゃなくてめちゃめちゃうまい。うまいわ。で一応ね補足情報としては、赤辛さんって普段ねお鍋の辛さを10辛まで上げられるんですけど、このうどんは15辛まで上げられるんですよ。これが上げられるのはここだけなんで、赤辛さんファンとかはねぜひね普段の辛さよりも辛みをアップしてここだけのうどん食べてみてください。これねマジでうまい。こちらも完食でございます。これがね最後の4品目なんですけど、きかん坊さんって、まあ、お店でも結構有名なメニューが、もともとねあのからしび系というラーメンとかまぜそばを出してるお店なんですけど、特徴としては今までねあの辛いが基本だったんですけど、ホワジャオとかが入っててしびれがめちゃめちゃ入ってるんですよ。他の3品とは違うまた辛さっていうか痛さがあるんで、その部分がねどう出るかなんですけど、僕しびれ系って得意じゃないんですよ。ちょっとね一番ぶっちゃけこれがビビってます。辛いだけじゃなくてね、こう温玉とかもついてるんで、味のバランスは取れてる気がします。いやそれでは、最後の4品目ですね、いただきます。でね麺がねこんな感じでございます。かなりね極太でコシが強そう。絶対すすっちゃダメ。喉とか鼻のダメージがすごいからすすれないんですけど、ただねあのしびれ系の特徴として口の中に後味の辛みっての残らないんで、食べやすいは食べやすいけど確かに一番辛いかも。ちょっとやばいんで温玉ちゃんを割ってみます。よいしょ。ちょっとこれ絡めて、こっちの方がねめちゃめちゃうまそう。じゃないですね、しびれがやばい。辛いもの好きの中でもその何が辛いのが好きっていうのは人によってね種類が違うので、しびれが好きな人は好きだと思うんですけど、あー痛えこれ。これはきかん坊さんって有名なラーメン店で美味しいものを出してくれるので味はしっかり美味しいんですよ。なんでそのしびれがね苦手な人とか辛みが苦手な人に関しては3種類ね辛さが選べるみたいなんで、また調整してね好みの味にしてみてください。でもねあと残りわずかなんで、もうざっと食べちゃいます。うん、今ね4品全て、完食いたしました。ごちそうさまでした。はい、ということでただいまね4品全て完食いたしました。いやね、あの途中までは予想以上に辛くないなってぶっちゃけ思ったんですけど、最後やばかった。
今いただいたこのアトラクションとコラボしてあるこういったメニューの他にもステーキ丼だったりとかたこ焼きだったりとか他にもまた激辛メニューもたくさんございまして、これねめちゃめちゃ美味しいものばかり、いろんな種類があってね、いろんな美味しいが楽しめるので気になる方はぜひ来てみてください。今回のイベントの期間なんですけれども8月1日から9月27日まで毎日やっておりますのでね、お昼にでも挑戦してみてください。で、富士急さんねめちゃめちゃ優しくて、うちのね事務所キーの方にお話をいただいて、僕以外にもいろんな所属の YouTuber さんといろんなコラボ企画を撮るかと思います。この激辛の他にもアトラクションを使った動画なんかも出てきたりすると思いますんで、ぜひね他のうちのキー所属の YouTuber さんの動画の方も合わせてご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。